はい、サテライト6号来ました。おー、行ってきました。前回サテライト6号で動画撮らせていただいたんですけど、はい、その時1万円かけました。はい、全部ネグナルを楽しいよ今日それ取り返しに来ました。よし、それと今日あの抽選会やるみたいだっけ。はい、なんかチャリロトってやつで、うん、1000円分チャージすれば1回抽選できるってやつ、うん、当たればスイッチとか、お、なんかルンバとか、ルンバもらえるらしいから、今日はあのスイッチ取りに来ました。絶対取ります。取ります。よいしょよいしょ。意気込みは、いや余裕でしょ、余裕取れるでしょ。今日天気いいってよかったな。え、晴天です。晴れてます。最高です。あ、来ましたよ、サテライト6号。あ、オートレース6号。あ、ブイブイかわしますよ、ブイブイ。これ、あ、これね、これのこのガラポン大抽選会やります。ほら、当たる。やば、え、これルンバでスイッチで、これね、これこれなんか肉もらえるらしい。いや、お肉もありますね。いいね、神戸牛ですね。神戸牛で、今日ほらこれなんかギャンブラー木村さんっていう方、伝説の予想屋が来てるので、この方の予想にベットすればきっと当たるから。いや、これ当たるな、あるよこれ。そう、ちょっとギャンブラー木村さんにもちょっと今日ねお力を借りて、よし、100万円になりましょう。100万円なの、全然話変わってるもん。スイッチなのに100万円になってるもん。ちょっと欲しいじゃん、ちょっと欲しいじゃん。ちょっと今の面白かったよ。まあ、とりあえずチャリだと登録しなきゃいけないらしいから、はい、登録しましょう。はい、登録していきましょう。ここで登録するらしいです。お、10番、チャリだと登録します。はい、リーダー、ちょっと順番待ちです。はい、チャイロットプラザ簡易登録完了。はい、プラスもらいましたもらってる。初チャイロットです。でこれがなんかチャイロットプラザ6号っていう、これであの発見したりいろいろできるで、はい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 、その前にこれにチャージしねばいけません。はい、あっちらしいです。おー、チャージこの前100万円らしいですけどちょっと今回100万チャージしよう。100万、1万しかもないです。あー、今月のお小遣い、はい、もう全部つぎ込んでください。だって見て、ピン札でちゃんと下ろしてきた。あ、分かった。これ初登録するとプラス1000円分まだもらえるらしい。お、すごい。今回1万1000円。1万1000円。おー、1万1000円いきらしい。お、これでもチャージ簡単だな。早っ簡単だな。え、もう終わったのチャージ。これでチャージ1万円分したから。おー、なるほどね。レシートを抽選で見せると10回できるという。はいはい、おお。チャイロットプラザ簡単だね。絶対当たるよこれ。1000円かけてワイドの7人、はい、ちょっとやってみます。はい、暗証番号、東京カード入れます。はい、これどっちもいいの。はい、4レースの予想ですね。お、行きましょう。これちゃんと自分何買ったかって分かる。はいはいはい、佐世保の4レース1000円分。はい、行きます。はい、こちらの方で、はい、じゃあ竹中さんですね、終了。お、行きました。お、レシート出てきましたね。出てきました。今日出てきました。5番しか出ない。7番から売れる。ただ力はどのがあるっていうところですね。で、はい、どうだ、ちょっと話逆に聞きすぎてよく分かんなくなってきた迷うな。マジっすね。5、6、9。いや、6、9。よし、はい、じゃあ4レース見に行きましょう。今日のレースで森沢さんも出んで、森沢さん一番最後に森沢さん出んで、よし、ちょっとそれも今日のもう絶対森沢さんにかけますけど、まあ今日はスイッチゲットしに来ただけだから結構あくまでも。お、倍率あるべ。今日天気いいな、うん、天気良さそうだ。カードポンポンすぎて、今日は路面もね乾いていて、けど足だけ日焼けしそうだな。レースの人たちが半ズボンのよくわかんないとこ気にしてるわあ、ほら黄色こねえよ。あ、黄色こい、黄色終わった。8番だったな。これビリケツだ。野菜をクリフが2人あ、つけた。あ、うん、まあ、多分最後クリフ。ちょい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 、いけたらしいよ。あ、ガードされてるよ。ほゆえ
ああ黒三だ。黒入って。ああなあ。黄色こねな。焼肉定食。ご飯量多くね。ボリュームやばくね。な。抽選やってます。お、やってますね。1万円分チャージしたので10回チャンスあります。競輪で負けてもスイッチは取る。スイッチとルンバは取るぞ。ギャンブラーちゃんこですか。はい、よろしくお願いします。様子見るか。様子見るか。一旦様子見。誰かもう一回やって、その次には10連、10連ガチャ。10連一気にするんだ。10連やるよ。あら、来た。何当たるか。おスイッチライトもあるからね。俺なんとしても本当スイッチ欲しい。とりあえずスイッチ欲しい。マジで欲しい。でも今日の一番の当たりはアメちゃんって言ってらったよ。でもアメさんは一番いらねえ。何当たったっけ。わかんねえ。アメちゃんの部分やるガチャ。やりましょう。やります。いきましょう。いらっしゃい。お、いきますよ。10回いきます。スイッチあるやん。ルンバルンバでしょ。やってみても。なるほど。よし、頼む。10回。あ、これアメちゃんやん。アメちゃん、コキアメ。来たよ。スイッチルンバ T シャツ。やったー T シャツ。これあるよ。いいよ、これあるよ。3あるよ。4あるよ。よし T シャツ。お揃い。4 5 5 6。よし、 T シャツ。もう一回、7、8、9、10、11、12、13、6、今6、今回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 7
ょう。ラスト1回いきましょう。よし頼むスイッチ。よし、あれよ、あどう逆回しにすると混ざって、うん、よしよしよし行こう。よし後ろ、いやまずね2、4、6、アメちゃんを6個、アメちゃん6個、アメちゃん6個、あとが T シャツ3つ、 T シャツ3つ、俺がこの家事やから盛り上げたね。いただきました、ありがとうございます。でかい、5000円入ったってこと。5000円でかいですね。5000ポイント、5000ポイント、いやでかいね、5000ポイント。でかい、でも勝ちで、あ今勝ち、今勝ち、あ、なってますね。ありがとうございます。はい、見て、ありがとうございます。おー、1万4000円。あー、ポイントいただきました。ありがとうございます。これポイント。やったー、でかい。今ちょっと2000円分負けちゃったけど、うんうん、実質プラスです。もう4000ポイント勝ち。抽選やばくね。抽選やばい。虫田ブラザーズ。あ、かわいい、かわいい、かわいい。うん。まさか T シャツ3個もらうと思わねえかった。とりあえずこの。サイロとプラザの、うんうん、そのサテライトの雲でやってるその入会キャンペーンとか、うんうん、クリーペンとめちゃくちゃ神だね。いやこれはすごすぎる。もう最初俺勝ち。今日勝ち。もう勝ちです。5000ポイントもらって。この後もだけどこの8ポイントを使って100万円ゲットします。よし100万いきましょう。億万長者。はい、ということで、はい、事務所にやってきました。はい。いやー当たりましたね。いやー当たったね。 T シャツ3つゲット、はい、吉田 T シャツ、はい、3つと吉田兄弟、うん、あとアメちゃんが6個、それはハズレですね。はい、ラスト1個がなんとチャリカポイント5000円。いやーでかい。これは普通に5000円もらったってことになるから、うん、もうほぼなんか5000円の商品券もらいましたみたいなぐらいの感じだよね。だからこれはめちゃくちゃ良かったよ、うん、でサテライト6号さんはこういう風にイベント毎回毎回、うんうん、あの時期時期で行っているので、ね、ぜひね現地に行ってね
競輪の熱さとそのお得なイベントに参加してみてはいかがでしょうかっていう感じでしたね。いやこれやっぱ行くたびになんかねどんどんハマってきちゃうかん。いやハマるよ、だって俺でもざっ覚えてきてるから、ね、もう来ちゃったら競輪できないじゃんって思ってる方いるかもしれないんですけど、なんとこのスマホ1台なんですよ。さっきチャージしたチャリカーのポイントね、あれを使ってネット上でオンライン上で車検を買えますので、はい、なのでライブ中継をこの事務所で見ながら、まあ自宅でもできますね、うんうんうん、事務所で見ながら予想を立てていきましょう。今日の12レース一番最後、秋田県大仙市出身の森澤選手がします。森澤選手でチャリカのポイントを使ってレース予想していきましょう。よし、はい、3連服の8通り買います。全部500円かけます。合計4000円で、どっかで当たるでしょうと。そう715、はい、765、うん、741、うん、あとは最後東北勢3人、569で、そう今回のレース東北勢3人出るんだよ。そうそこがいかにどうなってくるかっていうところも熱いんだよ、ね、私は、1番人気はこの7番の松浦選手ですね。おそれをそこ硬いよね、硬くベースに組みました。754、796、759、749ですね、うん、森澤選手2つ入れました、はい、ということでこの全部で今話した服部当たるのか否か、それか当たってなんぼなるのかどうなるのかっていうところ、うんうんうん、でしかもねこれ外れたとしても、うん、これ今回5000ポイントもらってますから、そうそう5000ポイントもらったらもうプラマイよ。はい、それでは、うん、実際にさっきチャージした茶色とね、はいはいはい、ウェブでできるのでやっていきましょう。いろんな買い方って競輪くじみたいなところって、なんかランダムになんか1着予想してそれ全部当たればもらえますよみたいなやり方とか、普通 の, あの競輪の車検場ではできない買い方とかあるみたいです。オートレースと、で今回は普通の投票していきましょうということで、今回は佐世保ちゃんですね。投票。で12レースのこれですね。そうそうそう。3連服いきます。はい、3連服の一着がまあ俺から入れていきますね。うんうんうん、全部入れていきます今言ったやつ。754、754。連続で買えるのかな、違う500円、あ、500円になりましたね。あったこれ当たるんじゃね。いやこれあるよ、あるよ絶対ある。これはいやちょっと俺ら億万長者になっちゃうな。これは100万いきますよ。YouTube もっとバズる前にこれ100万もらっちゃうなこれな。さあこれで8組40票4000円、暗証番号を入力してください、はい、ということで購入完了しました。わあ4000円減ったけど、さあここでどうなるかっていう感じだね。まあ今1万円からスタートですからね、うん、でまた1万円に戻って、さあここから99万円勝てるのか。頼む黒くんだ、黒くんだ、6か、え6じゃない、6か、756、ほら2、6入ってる。2枠んだ、2枠んだ、756来てない。俺もうえ何分かで中ある俺、あっ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 あ、分けつった分けつった。悔しいな、悔しいこれは。けどやっぱ楽しいな。楽しい。今回2回目だよね俺たち、うんうん、2回目競輪やったんですけど買い方もちょっと分かってきたし、あ、そう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 、やっぱ楽しみ方っていうのも前回よりぐっと、うん、面白くなってきた。なんかこう分析するとねちょっとこう、そうそうそう、熱入るよねこれね、ちゃんと。という感じでサテライト6号さん、いろんなイベントだったりね、あのチャリロートプラザがありますので、ぜひね、あのご自宅でもこういう風に、うん、自宅でも楽しめるので、うん、はい、ぜひ興味がある方はやってみていかがでしょうか。はい、やってみてください。ケリー最高、最高です。いやー当てたかった、当てたかった、当てたかったわ。くそー、悔しい、くそー。もう一回行こう、くそ、もう一回行こう、よし行こう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 。